はい、こんにちは。ドラッカーが教えてくれる人を生かす経営7つの原則で、社長のビジョンを確立し、強力な経営チームを作り、管理職に火をつける、ドラッカー専門の経営コンサルタント、村瀬康介です。今回はですね、ドラッカーの社員教育、ドラッカーによる管理職研修、ドラッカーによる管理職研修編の15番といったことでですね、顧客創造の経営といったものについて扱っていきたいと思います。ピタードラッカー。企業家的な経営、挑戦し事業を作っていくようなですね、管理職が育つ、ピタドラッカーの経営においてはですね、ドラッカーはこういうことを言うんですね。事業の目的というのは顧客の創造であると。顧客を作っていくことであると。顧客を維持することじゃなくて、顧客市場というのは新たに作り出すものといったのがドラッカー経営。非常に、企業家的にですね、事業を新しく作っていく。イノベーションして新しい事業を作っていく。これを顧客創造の経営。顧客の創造、市場顧客は作り出すものだって言いますね。例えばドラッカーでもですね、一般的にドラッカー読んでるのは、経営者とか経営幹部のこれ見られてる皆さんかもしれないですけど、もしドラ、もし高校野球のマネージャーがドラッカーを読んだらって本出ましたよね。もしドラで、女子高生とか女子大生とか、主婦の方とか一気にあれ読むようになって、ドラッカーを、AKB が映画に出たシリーズなんかで見るようになって、あれで200億以上の売り上げが上がったって言うんですね。あれがまさに顧客が創造されたっていう形なんです。顧客っていうのは維持するものじゃなくてですね、ドラッカー経営においては創造する、新しく市場顧客っていうのを作っていけるようになるのが、現顧客を維持するだけじゃなくて、市場顧客を新たな視点でイノベーションして作っていけるようになるのがドラッカー経営の醍醐味なんです。ではですね、顧客創造の経営っていうものをこれからご紹介していきます。事業の目的は顧客の創造である。顧客創造の経営とですね、合わせて私がご紹介させていただくのがですね、一般的な経営というのはですね、市場顧客、市場が悪くなっていくと、市況が悪くなっていくと、自社も悪くなっていく。これ私、環境順応の経営って言ってます。これどうでしょう。市場が悪いから自社も悪い、これナンセンスですよね。何も考えていない、これだったらこれ何の自衛も絞っていない。ドラッカー経営というのは全く違います。市場顧客が下がってきたとしても、ごめんなさい、市場、市況が悪くなってきたとしても、自社は良くなっていく。なぜかというと、ドラッカー経営はここ、顧客を創造していく経営、顧客の創造なんですね。顧客を新たに作り出していくことができるのが、ピーター・ドラッカーの経営なんです。ドラッカーの言う事業の目的は顧客の創造である。ですのでね、今事業が苦しい方、市況が悪くなっている方、お客さんが減っている方、顧客を新たに生み出していくことができるのがドラッカーの経営なんですよ。ぜひこれ楽しみにされてください。顧客を生み出すときにですね、ドラッカーはですね、非顧客に注目せよと言います。非顧客とは何かと言いますとね、これから我々顧客創造の経営の方をピーター・ドラッカーの経営では、ドラッカーの管理職研修でも徹底的に言うんですけどね、取っていきます。非顧客とは何かと言いますとね、ノンカスタマー、顧客にあらずと書いて、今あなたのビジネスのお客さんになってもいいのに、なぜかなっていない人たちを非顧客と言います。非顧客を顧客化した時に、事業は最大にレバレッジ、テコのことです。1押して10上がるような。最大に大きく事業はレバレッジを持つっていうんですね。先ほどのもしドラの例ですよ。ドラッカーを読んでいる、ドラッカーを読んでいるのは普通の経営者と経営幹部の方だった。でも非顧客だった。ドラッカーを読みたいけれども、非顧客はなんで非顧客なのか。読みたいけど主婦とか、女子中学生、女子大生とか、まあ男子中学生なんかもそうですけどね。他の方読みたいけれども、難しいな、ドラッカーってどうやって読んだら難しいな。ちなみにこの本、日本一わかりやすくドラッカー書いてます。中堅中小企業様で実践できるように。そのところで、AKB が主人公になった高校野球のマネージャーがドラッカーの、原理を使ってですね、高校野球勝っていく、ああいうドラマにしたり、表紙もアニメなんかにすることで、顧客がまた読めるようになったんですね。読めなかった顧客が読めるようになった。これを顧客創造の経営、今までいなかったお客さんまで顧客化してしまうのが顧客創造の経営なんてです。これもう一個分かりやすいのがですね、例えば山ガールって皆さんご存知です。山ガール、昔私高尾山っていうですね、東京の高尾山って有名な山があるんです、お山があるんですけど、その近くの沿線に住んでたことがあったんですね。15年ぐらい前ですかね、土日になるとですね、大体山に行ってるのって中年の男性とか、あと、おじいちゃん、また、若者でも男性中心だったんですよね。で今ね、最近電車に乗ってみますと、土日電車見ますとどうなってるかと言いますと、僕引っ越しちゃったんですけど、乗ってるとどうなるかと言いますとね、この山ガールっていうカラフルなファッションに身を包んだ女性がいっぱいたくさんこの乗ってるんですね。で、高尾山の入り口のリフトの入り口なんて、そこで原宿のようにすごい混んでるんです。山ガールって何ですかって、これね、
想像された顧客の想像された市場なんですよ。もともと山に登る女性って少なかったんです。女性って飛行客だったんです。山に登る女性っての、なんで飛行客だって、顧客になってもいいのに顧客にならなかった人たち、なんで飛行客だったかと言いますと、可愛い山に登るウェアがない、で山にはトイレが整備されていないので、女性がチャレンジしにくい、この、アウトドアだったんですね、活動だったんです、アクティビティだったんですね。でそれを山側はトイレを準備した。でファッションブランドは、アウトドアのファッションメーカーは、女性が楽しめるようなカラフルな可愛い山ガールの服を準備した。それによって顧客ができた、顧客を想像された市場、顧客の想像が行われたからこそ山ガールという市場で、あれも何百億動いたと思います。要はですね、我々ドラッカーで、これ革命的なですね、本当にこれ自分の視点を変えてくれることをパラダイムシフトというんですけど、顧客市場というのは経営計画を立てるとき、管理職の皆さんでも社長の皆さんでもこれ見ていただいてですね、現顧客だけを見ていてはいけないってドラッカー言うんです。現顧客だけを見ていると没落するって言うんです。なぜか、現顧客っていうのは目減りしていくもんなんです。だんだん物が飽きて、現顧客を見ているだけ没落した、これ現顧客だけを見ていてはいけない。経営計画には必ず非顧客、顧客じゃない人たちを盛り込んでいく、顧客じゃない人たちを顧客化する活動、アクションプランを盛り込んでいくっていうのをぜひこれ覚えておいていただきたいんですけど、現在の顧客だけを見ていて没落した企業というのがデパート業界なんです。デパートというのは昔来る中年の女性だけを見て徹底的なサービスをしてたんです、外商さん含めて。でも、とある時から女性が、三越さん、伊勢丹さん、共働きになってデパートをやってる時にデパートに行けなくなったんですね。そしたらデパートの売り上げどん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 悪くなって苦しんでましてね、そこでルミネとかパルコといったところが非顧客、そこに来てもいい女子高生とか女子大生とかが楽しめるような、デパート作りをして、それでだんだん復活させていったってことにあるんですけどね。要は現顧客だけを見てると事業っていうのは落ちていくんです。非顧客を顧客化するって顧客創造、これが起業家の、戦い方です。顧客創造の経営を我々はやっていく。具体的にはそれは経営計画とか、我々がマーケティング販売プランを作るときに、現顧客についてだけの販売計画を立てるのではなく、非顧客を顧客化するようなことはできないかといった取り組みを乗っけていく、考えていくといったことになります。ドラカケというのはですね、こういう管理職研修なんかでも徹底的に考えてもらうんですね。現在の顧客は分かりました、そこに対する販売の最適化は分かりました、非顧客は何でしょう、あなたの会社を使ってもいいのになぜか使わないお客さん、例えば我々は公共だけです、じゃあ民間のお客さんとかですね、我々は、プロの業者向けです、じゃあ一般の普通の家族向けにこれやったらどうだろうと、非顧客を顧客化することで事業は何倍でも大きくなるってことをやります。で、ピーター・ドラッカーの経営というのはですね、このように事業のチャンス、事業機会というのを大きく作り出して事業を大きく成長させてくれる経営がピーター・ドラッカーの経営です。ドラッカーの経営を実践して非常に高い成果を上げていったのは、一番有名なのはユニクロさん最近ですと、あと山崎パン、セブンイレブン、イトーヨーカドー、ダイエー、また Google、Apple、Amazon、パナソニックなんかもドラッカーの経営を使ったと言われています。あらゆる卓越した会社さん、特に P&G なんかもそうですね。 P&G から皆さん、 P&G の管理職やってた方が、P&G 辞めるといろんなところでプロ社長をやりますよね。あれなんでかっていうと、ドラッカーの、経営が P&G で徹底的に導入されてるんですけど、起業家が育つ学問なんですよ、ドラッカーというのは。でこれがすごくこれから大事なテーマで、普通の一般の管理職研修というのは社長の言ったことをこういうふうにやっとけ、こういうふうにやっとけっていうですね、業務管理的な管理職を育てるんですね。で私のドラッカーの研修というのは何かと言いますね、ドラッカーの根本には起業家精神、顧客の創造で事業を新しく社長と同じマインドで作っていけるような社員さんを育てる。で今日本経済ってもう失われた10年20年って言われてますけど、だんだん落ちていってる。そこで大事なのは、第二創業第三創業できるイノベーション人材を会社に作りたくありませんかということなんです。それを作れるのは一般の管理職研修では無理なんですよ。ドラッカー研修で顧客創造的な起業家的な社員さんを作り出すこと。だからドラッカーはですね、これからの管理職は管理的であってはいけない、起業家的でなくて、ね、起業家的というのは事業を新しく作れるようなリーダーだということなんですよ。この変化に対応してイノベーションを起こせるようなチェンジリーダーだということです。イノベーションを起こしていけるような、そういうのを作れるのはドラッカーの管理職研修なんですね。 でも一般的にドラッカーってなかなか難しくて導入しにくい、特に中堅中小企業様で導入しにくいと言われたんです。それをたった7つの原則で、これロングセラーになってるんですけど、好評を得ているのが、企業に導入できたった1冊でできるのがドラッカーが教えてくれる人を生かす経営7つの原則、産業の理財学から出てる私の本なんです。でこれを導入する研修で、この7つの原則、このコンセプトをこの後の動画でも解説させていただきますので、難しいドラッカーがあなたの企業にガツンと導入できて、起業家的な管理職幹部が育っていく、で社長と一緒に第二創業第三創業の勢いで
この変化の時代にイノベーションを起こしていけるような体質になる、そういう経営チームができる、管理職チームができるのが私のドラッカー研修、ドラッカーの管理職研修、ドラッカーの社員教育といったことなんですね。ぜひこの後の動画、7つの原則のコンセプトをまとめて、じゃあこの7つの原則って何なのっていうのを分かりやすくまとめてますので、あなたの企業がユニクロのようになる、 P&G のように中堅中小企業様からさらに駆け上がるヒントっていうのはありますので、私のメインのターゲット、あのお客様は、ターゲットとなるお客様は中堅中小企業様です。でたくさんの成果出てますので、私の備考欄にも載ってますんでね、ぜひご参考にしていただければと思います。それではですね、今日はですね、事業の目的は顧客創造の経営、顧客を創造するためには非顧客に注目し、非顧客をノンカスタマーを顧客化した時に事業は最大に大きくなるといったお話でした。現顧客だけを見ていてはダメだということなんですね。ぜひこの後の動画も合わせてですね、ナルトの原則の紹介動画も合わせてご参考にしていただけましたら幸いです。本日はご視聴どうもありがとうございました。今回は多くの企業で取り入れられイノベーションに成功し成長路線を実現した実践できるドラッカー理論、人を生かす経営7つの原則について説明させていただきます。ドラッカー経営とはユニクロ、キヤノン、セブンイレブンをはじめ日本世界の成長企業が取り入れた実践できるイノベーションの最強理論です。しかしドラッカー経営を中小企業が取り入れるには問題点がありました。ドラッカーの書籍理論があまりにも膨大でなかなか理解実践しにくいといったことだったんです。そこでドラッカーの最重要エッセンスを実践できる7つのコンセプトに集中し、中小企業から大企業までイノベーションを起こせるようにしたものがこの人を生かす経営7つの原則なんです。これは組織にイノベーションを起こす最強の人材育成理論、組織開発の理論です。優れた経営とは優れた経営思考モデルを共有することで、卓越した組織は全社員さんが優れた経営思考モデルを共有しているため正しい経営判断、意思決定をすることができるのです。今回は最強の経営思考モデル、ドラッカーが実践できる人を生かす経営7つの原則について解説していきます。第1の原則、マーケティング顧客思考の原則。経営で一番大切なのは顧客です。ドラッカーもマーケティングこそ経営の最重要目標であると言いました。この原則では市場で差別化し顧客価値を向上し圧倒的に顧客に選ばれ続ける顧客志向の組織を作っていきます。第2の原則、イノベーション変革の原則。組織はイノベーションを起こしていかなければ生き残っていくことはできません。大変化の時代に対応し業界の固定観念にとらわれず新しいイノベーションを引き起こしていくことができる、新規事業を作ることができるようになる、これが第2の原則です。第3の原則、生産性成果志向の原則。ドラッカーは言います。成果を上げることは習慣である。それは知っているか知っていないかだけの違いである。この習慣は誰にでも身につけることができます。この成果志向の原則では成果の上がる習慣を身につけ社員さんの生産性を何倍にも倍増させることができます。これが第3、成果志向の原則です。第4の原則、学習志向、学習する組織を作る原則。ドラッカーは言います。組織に優劣があるのではない、学んでいるか学んでいないかの違いだけである。組織は人でできています。人の成長こそ組織の成長です。経営者としていかに社員さんに自律的に学び成長してもらう文化を作るか、これは組織の成長にとって非常に大切なことです。第4の学習する組織の原則では、社員さんが自律的に学び教え合う組織、学習する組織を作っていきます。第5の原則、リーダーシップ確立の原則。リーダー以上になる組織はありません。リーダーの限界が組織の限界です。この原則では社員さん一人一人にリーダーシップを確立し高い目標を掲げ挑戦していただきます。変化に対応できるチェンジリーダーに進化し高い目標を達成する挑戦的な起業家リーダーにも進化していただきます。第6の原則、ミッショナリー使命確立の原則。強い組織は使命に導かれています。人は使命のためならば命まで投げ出す生き物だからです。この原則では一人一人の社員さんにミッション、起業家としての使命に目覚め圧倒的に高い成果にチャレンジしていただきます。雇われマインドではなく起業家的なミッションからチャレンジする、起業家的な使命を持った社員さんに進化していただきます。第7の原則、マネジメント人を生かす原則。マネジメントは人のことである。経営の最重要目的は人を生かすことであるとドラッカーは言いました。この第7の原則では、人を生かし人の強みを爆発させ最強のチームを作り最強の生産性を上げ人を誇りあるものとする最強組織の作り方を学んでいただきます。
これが第7の原則、1から6の原則の終着線、究極の原則、人を生かすマネジメントの原則です。いかがでしたでしょうか。これが大変化の時代、人を生かし組織にイノベーションを起こし成長路線にシフトすることのできるドラッカーが教えてくれる人を生かす経営7つの原則です。難解なドラッカーをシンプルな7つの原則に集約し、これ以上に実践しやすいドラッカーの理論はありません。組織の人を生かしたい、イノベーションを起こし最大の成長路線にシフトされたいと考える経営者の方は、ぜひこの原則を社長から経営幹部、そして部長課長と導入されてみてください。ドラッカーは言います。変化の時代には変化を機会とせよ。それがチェンジリーダーになる秘訣である。変化を機会とし組織に最大のイノベーションを起こせる、その手腕は経営者としてのあなたにかかっています。ドラッカーを導入され、ぜひ成長企業にシフトしませんか。ドラッカーの扉はあなたに開かれています。変化を機会としチェンジリーダーに進化し、今こそ経営に勝利しましょう。